くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないようになくさないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを話したくないんだ。